温泉到着してお風呂入ってきました。浴衣かわいい、ありがとう。全身これこんな感じ、こんな感じ。すっきりしてきた。薄ピンク似合う？まあね、本当は渋い色が好きだけどね、これしかなかった。かわいい、ありがとう。ん、彼氏じゃないよ。友達と温泉来た。残念ながら彼氏ができなくて。いいですね。で今ねドッグラン行ってきて、ドッグランで遊んでた。さすがにさ、まあ許可は取ってるけど、あの他人の犬とか写していいのか分かんなかったから、配信外でドッグラン行ってきた。そう、でも1時間だけね、1時間だけ、1時間だけ、あのさすがに夜ご飯は配信外。メガホンありがとう、ありがとうございます。じゃあちょっと部屋を紹介しようかな。部屋、部屋紹介しようかな。いや、さ、まああれだからね、まあ配信していいよって言われてるけど、配信見るの好きなんだって、うん、お願いします。あ、ありがとう愛してるよ。あー、徳兵衛さんあの名前言っていいのかな、ありがとう。いけちゃんからロケット花火。あれ、音が出ない。あれ、ロケット、ありがとうございます。ねえねえ、いけちゃんのさ、あのバズさんと連絡取れて、なんか酔ってて、あの覚えてないって言ってました。エミルムチカ温泉で中身出してた。中身って何？中身って何？あのムチコちゃんって、あの可愛い子。じゃちょっと部屋をちょっと見せようかな。じゃあまず見せたいと思います。めっちゃいい感じだよ。じゃん、これ部屋で、これあの隣が、まあ、寝室、友達寝室にいる。いいでしょう。あ、ちょっと待って、タイトル、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。いいよね、いいね、ナイス、ありがとう。じゃあちょっと部屋の感じをちょっと、めちゃくちゃいいところで、あ、やべ、見せれないものがある。
で、これあのペット専用の愛犬の美味しい水とか、あ、やべ、お菓子とか、やべ、ちょっと見せれないな。まあ お菓子とか、これこのホテルが作ってるお菓子だわ。だとにかくお菓子が、やべ、まあちょっとむずいですね。なんかとかね、あとこれね、可愛くない？これあの持って帰っていいよって、この袋ごと、もうこの袋に惚れたね。可愛くない？これめっちゃ、この全部持って帰っていいよって、アメニティだねこれ。あね、めっちゃいい。これ何？ローション？あ、ボディーソープ。高そうこれ。水とかお菓子とか可愛くない？ミキモトって何？なんか、え、これ高そう普通に。高級品これ。これ何？デパ地下系？これデパ地下系か。これミキモトって書いてある。これあ、お花見宴会ありがとうございます。あ、ありがとうね、匿名さん、眉もさ、眉しか勝たんもさ、入れて、匿名さん。あ、でか、デパコスか、これ。これデパコス？これ。これいいね、あの、旅行の時に。あとは、まあ、普通に、ボディタオルとか。てか、この袋がめっちゃ嬉しい、これ。私、こういうなんか、好きなんだよね。これ、まあ、こっちもらおう。このヌンチャクかわいい。で、なんかまあここは入んないかな。これなんか隣のトトロみたい。隣のトトロ。いや、ここよりもね、よいしょ、よいしょ、こっち、これ露天風呂、部屋についてる。で、しかも温泉です。で、福ちゃんとハニーちゃんは初めての温泉、あのハニーも初めて、人工しか入ったことない。すごくない？なので今からちょっと福ちゃんとハニーちゃんをこの中に入れてみようか。この中に、こっちが多分犬だよね。こっちダメだよね。こっちダメだよね。多分こっち入れたら溺れるかね。こっちだったら、
この音は分かんない、言わないでね、もうお願い。あ、これでいこう。熱いか。え、違う、温度調節してんの。あ、いい感じ。じゃあ、福ちゃんとハニーちゃんをこの中に入れてみたいと思います。初めてのお風呂。これ犬用なんです。ちょっと待っててね。ドッグライン行ってきたから、よいしょ。じゃあやっちゃおうか。待ってね、いくよ。OK。温泉だこれ。あ、ハートありがとう。いや、溺れない、まだ全然。福ちゃん大丈夫だよ、大丈夫大丈夫、うん、大丈夫大丈夫。これなんかあれかな、もうちょっとこっちかな。総理が飼ってた服はジンちゃんだね。初めての温泉。服大丈夫大丈夫、服大丈夫だよ。温泉ですこれ。温泉だからきっときも、あの、ぐっすり眠れるんじゃない。温泉ってさ、眠れるから。服大丈夫大丈夫大丈夫、うん、大丈夫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 。温度もいい感じ。全然ちょっとぬるめにした。ぬるめ、一緒に入れたらいいのにな。マユもここに入っていいのかな。あ、いいんだ。あ、足なら、うん。いや、全然全然たまんないねこれ。かわいそうにって大丈夫？ハニーは多分気持ちいいんだと思う、うん、服はビビってる。あのね、服ってね、本当はね、お風呂好きなの、家の湯船好きなんだけど、多分ビビってるね。服大丈夫だって。服もったいないよ、温泉入んないと。
もったいない、うん、いや温泉に使ってほしいよ。あ、気持ちいいかもって、うん、大丈夫だよ、うん、あ、これなんか気持ちいいかも、うん、って気づいてきたかも。服大丈夫大丈夫、暗い、ね、もうちょっとだね、もうちょっと、かわいい、かわいい、スクショしよう、やべ、あれスクショってどこですんだ、ふくみんちゃん、気持ちいいね、いや、もうちょっと、あ、もういいかな、よいしょ、気持ちいいよ、福ちゃん、歯に気持ちがってるね、これね、ちょっとぬるめにした、服入りな、ほらおいで、服おいで、おいで、はい、気持ちいい気持ちいい、気持ちいいね、あ、やべ、首がついてんじゃん、ちゃん、ほら置いて大丈夫だよ、ほら、気持ちいい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 よ、ほら、あ、これ温泉だかっちゅうの、気持ちいい、ほら、ハニーちゃん見習って、ほら、気持ちいい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 、ハニーちゃんもうっとりしてる、ダメ？ダメなの？ハニーは喜んでるね、フクちゃんがちょっとダメかもね、ハニーは気持ちよさそう、ちょっと福ちゃんはちょっとダメみたい、よいしょ、ちょっと待って、
クおいで。あ、逃げた。ちゃんはうっとりしてるね。ハニどう？気持ちいい？気持ちいい？いやでも出たかったらあのここによじ登るポーズでは絶対するよ。だからなんかいいかもって思ってると思う。じゃあせっかくね、ほら嫌そうじゃないからさ、ほらほら舐めてる温泉。しょっぱくて美味しいって。ほら。ほら、泳いでる。泳いでる、ハニーちゃん。気持ちいいね。ほら、泳いでる。楽しいね、ハニーちゃん。楽しい、私幸せって、ありがとうって、連れてきてくれてありがとうって。だってじゃあ行くよ。じゃあ出たい？ハニちゃん出たいの？ハニちゃん、ハニちゃん出たい？ほら、出たい？ハニちゃん出たいの？ほら、ね？気持ちいいんだろうね。気を使うとかないから。そろそろ出る？また明日入るか。また明日。あ、泳いでるわ。でもほらまだ入りたいんかな。ハニーってあんま感情が分かんないんだよね。何も言ってくれんから。出るか、ハニーちゃん。ね。普通にさ、気持ち良さそうだねとかでいいじゃん。今日気持ちいいねって初めて温泉入ってさ、泳いでてもさ、気を使ってるとかさ。泳いでる。
むつしてる服ちゃん。乾かしてくれたんだ友達が。友達が乾かしてくれたみたい。不思議なんかこの。あ、ありがとう。なんかタオル巻かれてる服ちゃん。気持ちかったね。ハニーちゃん気持ちかったって。ほらなんかおむつは。気持ちかったですって。気持ちかったです。服おいで。服じゃあね。バイバイ服。じゃあね。服じゃあね。じゃあね、バイバイ。ちょっと、あと1分。よいしょ。
ちゃんとお水飲んでるから大丈夫だよ。ちゃんとお水はだからね、ここに。あるから大丈夫です。よいしょ。よいしょ。うん、ちゃんとおしっこマットもあるから。ありがとう、桜の花。やっぱ犬関連ってなんかね、言われるね。ちょっと待ってね。初見ですが、すごいですね。温泉来て遊んでるだけなのに、みんな幸せそうに、うん、あれちゃん暇なんじゃない？暇なんじゃない？まゆちゃんかわいすぎー、ありがとう。特命さんありがとうございます。特命さんありがとう、ありがとう。ありがとうございます。どうした、おいで。浴衣似合う。あのね、あの7時からご飯だから、あのご飯は配信会で食べて、でちょっともう一回したら、あのあれする、何だ、女と来てるってば。もう2匹です。もう一回あのね、今何時だ、あのね、夜ご飯もめちゃくちゃ何豪勢だよ。あのステーキみたいな。福ちゃんとハニーちゃん今日ステーキ食べる、うん、ね、ハニーちゃんも今日ステーキだからね、楽しいね。あのドッグランすごいね、楽しそうだった。ハニーちゃんどうした、温泉入る？もう一回温泉入りたい？気持ちかったでしょ、温泉ね。気持ちかったんじゃない？ありがとうって言ってる気がする。連れてきてくれてありがとうって。しかもタバコも吸えるし、めちゃめちゃいいところ。帰ったら教えてあげるね、うんうん、どうした、おいで。めっちゃいいところだよ。 あのアメニティがすごい多い、うん、いいよ、おいでお前も。またほっぺに入れたっつうか、いや太ってきた前がちょっとね、太ってきました。食欲が最近やばくて、服も乾いてるね。 やってくれてたみたい。浴衣似合う？浴衣太った方が、え、顔に肉ついてもね、なんか ここね、ずっと行きたかったね、とこなの、うん、
旅館とかってどうやって探してるの？え、普通にあのペットかで、いやちょっともう特定しないでほしいな。なんかもうそういうコメントはちょっとあまりにもひどいと永久ブロックしちゃうからね、ごめんね。あ、わかんない、猫もいけるのかな、わかんない、どうなんだろうね、猫、うん、いや嬉しいですね、こうやって。しかもあのハリーはね何度もこういうの行ったことあるけどね、フクちゃんがなかったから。そう、ハニかわいすぎる、かわいい、ハニタン推しなの、ハニかわいい、ハニ、ね、楽だよめちゃくちゃ。あの車でもあのずっと一人で、ね、寝てて、い本当にいい子ね。ハニちゃんもあと何回一緒に温泉とか行けるのかな。ね、あと何回行けんだろうね、こういうところね。もいちゃん温泉いいですね、ありがとうございます。あのね、配信外もさっきずっとドッグランで遊んでたからね。ハニーもう12歳ね、おいでおいで。だってハニーもなんだかんだ12歳ってことは長くて、まあ、20歳までだよ生きれんの、あと8年後、長くてあと 8年だからね。ね、ハニーも何おいでよ、まあ、服はちょっとねうるさいからね。我慢強いっていうかあんま感情がないかな、ハニーって意外と、意外とあんまり、あてか私あれだよね、ごめん、くるくるになったら教えて。あと 2,3 年でガクッと、危な、てかさっき危なかったね、こっからさ、ここ今さっきドア開いてんの見えた、みんな見えたねえ、いや夜ね撮り直すからその時にバトルしようかな。あ、よかった、いやさっき相手喋ってたからよかったです。そう、ご飯今から食べるから一回切って、あの配信会で食べる。ありがとう。いやマジでさ怖いね、いるよここに、怖いね、やばいね。まこまこちゃんと戦いたかったの、まこまこちゃんやってないじゃん、まあ、あとでかな。なんで今日そんな歯に褒められてんの、ね、本当はもっとお風呂入りたかったんじゃない、なんかうっとりしてたもん。でもみんなさ出せ出せ言うから
ニーちゃんはラジコンじゃないんだよ、みんなの。いや10分も入ってないよ、5分でさ。あ、ありがとうございます。あ、ありがとうね、うん、過保気味っつうか、かわいそう。本当にハリーのことを思って言ってくれてんのそれね。イベバトルフリーに変換した。いや、まあ、ゴルプラだから、ゴルプラはあのフリーにしか入れないんだよ。ねえ、せっかくの温泉いいよ、配信外で入れるから、もう見せないね、温泉。あとでゆっくり入ろうね、ハニーちゃん。女友達なら、いや、そんなことないけど、なんか配信好きな子がね。ありがとう、ドーナツ、ありがとう、うん、誰が音声配信見たいと言ったって。見たくなかったら見なきゃいいじゃん、見たくないのであれば。ちゃんとタイトルも温泉ってしてるでしょ。見たくないなら開かなくてよくね。うん、謎だよね。揚げ足取りたいんでしょ。そう、どういうこと。私は温泉に行けないから嫉妬ってこと？あ、ドーナツありがとう。あ、ありがとうございます、うん、ちょっとくるくるした。うん、いや、ダックスはこれ仕事だからね、掘るの。ねえねえねえ、前も思った。ねえねえ、あのさ、ゲロちゃんっていうプラチナプルスプラスのさ、配信者のあの人いるじゃん。眉ちょっと似てない顔。なんかに、なんかわかるかも。似てない？似てない？なんかちょっとわかるかも。ゲロちゃんってかわいい子。いや、コメントにあったから似てるかもって言って、なんでそんなキレんの、発狂すんの、そんな。涙袋入れた、入れたけど後悔してる、うん、あ、そうだね、こうやって気をつけるね。あー、まゆちゃん、しがかたん、ありがとう。たくみんさん、ありがとうございます。ラブチー、たくみんさん、まゆちゃん、しがかたん、プロフィールにも入れて、たくみんさん。いや、私今から日本酒飲むから、今から、羨ましい。え、てかここさ、じゃあなんかここ電気がなんかすごい涙袋が主張されて、やだな。兄たんここにいる、寝てるよ、もう。ほら、温泉に浸かったから、なんかね、なんか温泉って眠くなるよね。なんか今日はすごい、
れかな、服おいで、家おいで、楽しみ、日本酒がうまいよ、楽しみ、日本酒ね、涙袋ってヒアルロン酸、違うんです。ヒアルロン酸だったらヒアルロン酸分解注射っていうのがあるけど、私脂肪注入しちゃったから、それが取りたかったら脂肪吸引しないといけないんだって、目の下を。だから大掛かりなんですね。後悔してる。そうだよ、韓国で脂肪注入したんだよ。全然なくなんないの。で、17万円。しかも、2回、また次もできる。しかも、寝る麻酔も無料でね。それで17万円って、まあ、安いよね。なつなつちゃんと同じとこやったんだけど、なつなつちゃんは、もう、もう、ないって全然。だから、また2回目もやるって。ふーく、おいで。うん、安いよね。ほうれい線やらん、ほうれい線の手術って何？いやもうそんなにやれって言わないでね、ちなみに。自分のやりたいやつやるから。で、コッペはまた2回目無料だからやりに行かないと。だからこの前韓国で100万ぐらい使ったじゃん。だけどあれだからね、2回目の脂肪注入も無料だから、だから次行った時は安くなる。そんなにお金かかんなくていける。鼻いくらだっけ、50万くらいだね確か。で涙袋でしょ、で脂肪注入でしょ、でホテル何泊したっけ、2週間くらいしたっけな。で100万、ほんと100万、でもなんかさ、鼻も前の方が良かったよって言うけど、絶対にそんなことないからね。てか最初からやんなくてよかったんだけど、鼻に関しては。去年の4月に私鼻やったじゃん。それがマジで大失敗、日本であった。 あれの時よりマシ、うん、涙袋、まあ、好みじゃん。総額わかんない、いくらかな、てかいくらだったっけ、この前の、半年前のもう忘れちゃった、うん、いやもうこれで切るよ、ご飯食べるからね。いやもう服、ハニーちゃん見て、もうぐっすり、ウサギみたい。さっきハニーちゃん褒められたよ、ドッグランで。うさぎちゃんみたいだねって。温泉湯疲れしてる、爆睡してる。おいで、おいで。何が不満なんだろうね、服も。起きちゃったよ。せっかくね、だからドッグラン行ってもまた何か言われてたんじゃない、かわいそうとか。
確かに犬と一緒に食べれるのかな、どうなんだろう。ハニタンしか勝たん。いや、わかんない。誰も聞いてない犬の話。写真撮っとくね。なんかね、ごちそうだったよ。で、お腹空いたように買ってきた、これ。これうまそう。もう最近食い意地がやばくてまいるさ。これ美味しそうじゃない？お酒飲んだ後これ食べようかなって思った。いや飲むでしょ、温泉入ったら。日本酒を今日飲むんだ絶対に。ここの現地の。いやー太った、本当に。でも顔が前あんま太んないからわかんないんじゃない、この浴衣あそこだなって脅すのやめてね。いや本当に太ったよ、本当に。あとでこれ頼むよ。幸せだね、幸せな春休み。60キロ行ったことあるよ。ブスすぎてあのない写真が、鏡見るの綺麗だった。本当にあるの、あの何、拒食症、過食症、1日5食で、あの炊飯器ごと食べてたかな確か。あの1食2合を食べてたよ、炊飯器で米こうやって。今は鏡見れるってかひどくない？そう、過食と拒食どっちもらったことある。ユリアって誰？あもうだイライラする。そこはそこだねとかさ。60キロ以上あったってか、なんなら。そう、あのこれ枠切ったらちょうどご飯になる、ちょうど。なので食べ終わってちょっとしたらまたあの取り直すから、またあとで酒雑かな。酒雑。いやここめっちゃ広いの。今配信で紹介したところって一部で広いんですよ、実は。もっと広い、ここ。ご飯食べるの見たかった。なんか前もそうだったんだけど、食事でバレるんだよね。あのゼロワンと温泉行った時部屋紹介してバレなかったけど、ご飯でアウトだったね。ただね、お風呂が一番さ、あ、お風呂じゃないわ、ご飯が一番見せたいところなんだけど、まあでもあの友達と来てるから。そう、ご飯でバレた。ご飯でバレちゃったね。あーどうなんだろう、ちょっと後で犬ご飯動画撮っとくわ。
ご飯見せないで食べるとえ見せないで私がパクパク食べてるとこ見て楽しい？もぐもぐしてるだけの絶対楽しくないよね。絶対興味ないよね。私が口に含ませてるだけの映像なんて誰得なのそれ。そうだよ、さすがにあの写真撮っとくね。で、福ちゃんとハニーちゃんのご飯は動画撮っとく。後で、あのもう一回あの撮り直すからまた夜やり直します。で、ちょっとあのイベントバトルやってるので後でタイミング合えばやりたいと思います。後でまた撮り直します。また後で来てください、よかったら。まゆたのファン集まれー。